はい、どうもダルです。さて今回はですね、ファンタスティックス八木優生くんのですね、熱愛の報道がですね、先日出たわけなんですけれども、まあそれを受けて僕が思っていることをね、ちょっとお話しできればなというふうに思っております。でですね、まあ今回の熱愛の報道、肌感的に言うとちょっとね、良くないなというふうに思ってて、まあ X もねちょっと荒れてるんだけれども、まあなんて言うんでしょうね、人なんで大前提ね、まあ恋をしたりとか女性と関係があったりっていうことはあると思うので、まあそこに関しては別にねどうも思ってないし、とやかく言うことはないのかなと思うんだけれども、正直なんだろうな、タイミングが悪すぎるっていうのはあるよね。あとバレるなっていうところそのなんだろうな、プロ意識というか、これはね、なんだろう、優生くん側にも言えることだし、優生くんのなんだろう相手方っていうか、まあ、今回報道に出ている小悪魔ギャルですか、の方にも言えるところですよね。だからプロ意識っていうところ、なんだろう、そのどれだけこう相手方のねこう活動を思えるのかっていうのはね、まあ、お互いだから優生くんにも言えるし、まあそのねお相手方にも言えるというか、自身の活動だったりとか相手の活動にどれだけこうなんだろうな親身になれるか、バレるとどれだけの影響があるのかとかね、そういうところまで考えて、なんだろう、関係を持っていたのかっていうところがやっぱバレているというこの事実において、それがなんだろうな徹底ができていなかったのかなって。現にね、だってバレずに、ゴールインまで行っているね芸能人の方ってやっぱいるわけじゃないですか。ってなった時に、やっぱ張られているっていう、そのなんだろうな言い訳っていうのは通用しないっていうのは正直あるのかなというふうには思ってて、なおかつ今ファンタスティックスだけの話をすると、やっぱりこう今からだっていうところだと思うんですよね。今やっぱりこう絶頂にこう勢いが乗っている中で、こういうちょっとね、やっぱりまあね、あの恋愛なんで全然ね、別にそのなんだろうなね、あのいいじゃないかっていう声ももちろんあると思うんだけれども、でもやっぱりそれと同時に、あのやっぱりこう足を引っ張る意見もね、やっぱどうしても出てしまうと。だから熱愛報道ってまあ出て仕方ないとは思うんだけれども、でも出ない方がいいっていうのはまあもちろんの話じゃないですか。だからやっぱりこうどうしてもね足かせになってしまうというか、足を引っ張ってしまうというか、しかもね、なんだろう、まあこんな言い方するのは良くないけれども、やっぱり、なんだろうね、小悪魔ギャルっていう書かれ方をした時に、それがなんだろうな、ギャルがどうのこうのとかっていうわけではないんだけれども、やっぱり、マイナスな印象に捉える人っていうのはやっぱ世間一般的にいるのかなっていうのは個人的に思ってて、そのギャルの方がどうのこうのとかじゃないんですよ。なんかこう印象の話で、そう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 、なんかね、どうなのっていうのはね、やっぱりこう思うので、そのなんだろうな、そう、その人がどうとかね、ギャルの人がどうとかっていうわけじゃなくて、そのギャルという文字を見た時に世の中の人はどういう印象を受けるのかなっていうのはあるかなって思うので、まあいろんな要素を含めて、なんかタイミングが悪いなとか、なんかこうバレずにできなかったのかなとかっていうのはね正直思うし、まあ今更ですね、報道が出た段階でね、それが嘘か本当かとか、そういうのはもう関係ないんですよ。正直僕は火のないところに煙は立たないって思っているので、ね、だからこそこういうね記事が出ていると思うから、だからね、なんだろうな、そうね、なんか肌感覚的にやっぱ優生くんってやっぱこうファンタスティックスの中でもかなりね、まあ、人気が高いボーカルのねメンバーなんで。やっぱこう結構ねファンのね熱量も高いじゃないですか、優生くんって。しかも優生くんは結構ね、国民的にもね知名度が高い一人だと思うので、そうなった時にね、やっぱりこうファンタスティックスを引っ張っていける人物の一人だと思うので、そうなった時にやっぱメディア露出も多いですから、そういう彼がですねこういうことになっているっていうのは正直僕は良くないなというふうには思うんですよね。どうでしょうか、皆さんはどう思いますか。僕はね、このなんだろうな、人によっては全然いいじゃんと思う時もあるんだけれども、今回の八木優生くんに関してはすごくねタイミングと、ね、なんかこうもろもろが悪い、なんかいろいろ悪い、なんか別にね、あのなんだろうな、別にいいんですよ、そのね、さっきも言ったけど恋愛するのは全然いいし、女性と関係持ってるのは全然いいんですよ、人だからそういうこともあるとは思うんだよ、思うんだが、しかし、なんだろう、そういうイメージを持たせちゃいけない人ってあると思うんだよね。優生くんはそういうタイプだと俺は思ってて、だから
その別にね、知らない部分でとか分からない部分でどうこうなってるのはいいし、それがめくれなきゃいいと思うんだけど、めくれちゃってそういうなんだろうね、まあこれが例えばね普通に友達だったとしても、でもさね、ゆうせいくんの家に行っているっていうわけですからね、今回の記事見るとってなった時にね、友達でね家に行くことはあると思うけど、でもなんだろうな、外で遊んでるのと家に行ってるのでまたちょっとイメージが全然違うじゃないですか。そういうのもあると思うんだよね。だからいろんなことも含めてなんかイメージがやっぱこうね、やっぱ言ってもアーティストってね、まあねえね、確かに人なんだよ。そうね、人なんだけど、アーティストって人なんだけど、でもそれと同時にやっぱり、言い方ちょっとあえて悪く言うけど商品なわけじゃないですか、会社からすると。そういう商品にイメージが悪くなる、商品イメージが悪くなるっていうところで言うと良くないなっていうのは個人的にはね思ったんで、これはねなんだろうね、プロ意識だよなっていうのは思いますよね。わかんないが、俺が何を言ってんだって思うかもしんないけれども、でもねそれは感じますよね。だってマジでっていうさ、結婚発表とかさ、なんだろう、交際発表とかってあるわけじゃないですか。そことそこがみたいなのはあるじゃないですか、世の中でね。ってなった時に可能なのは可能なんですよ。それはだから当人たちのなんだろうな、考え方というか、方向性というか、そういうものだと思うんですよね。なのでやっぱこういう形でバレるとか報道されるっていうのがやっぱりファンとしてはやっぱ気持ちよくない部分っていうのは多少あると思うので、そこをねなんだろうね、うまくなんかこうできなかったのかなというのは思うんですよね。まあね、やっぱこの世の中どこでねこういつ ね熱愛が報道されるかというかね、取られるのかっていうのはねやっぱりもう分からないんですよね、だとは思うんだけれども、でもそれでもなんかこううまいことできなかったのかなというふうにはね、個人的にはねなんかねそういうふうには思いましたよね。そこはねなんだろうね、なんかこう気をつけてほしかった。まあ気をつけてたと思うんだよね、気をつけてたとは思うんだけども、でも結果としてこういうことになっているっていうのはねあるので、なんかねもろもろタイミングとして良くなかったなっていうのは思いますよね。まあだからそういうタイミングを狙って出したっていうのはね、多分ねなんかこうそういう報道された方ももしかしたら狙いとしてあるのかもしれないけれども、でもねだからこそタイミング悪いなっていうのはね思いますよね。あ、今なんだって、今出ちゃったんだっていうのはね感覚としてねあったなというふうにはね思いますけれども、まあ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 、でも変わらずねファンタスティックスがこれからも活躍してくれるのかなというふうには思いますので、注目していきたいなというふうに思ってますね。はい、というわけで今回は以上になります。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。また次の動画でバイバイ。Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want